9番目のコツは小指の付け根をネックに近づけることです。正面から見るとこんな感じですね。ここの部分がこういうふうに、ここの部分がここに近づける、近づくイメージです。実際にチョーキングするとこういう感じですね。横から見るとこんな感じです。